脇を刺す、アンダーフックのフックスイープで、まあ、ほとんどね、脇刺した時点で相手っていうのはこうフックスイープに対してディフェンスをしてくるので、まあ、その時にやっていくコンビネーションの技、これがあるからこそフックスイープっていうのが生きてくるんで、まあ、ぜひマスターしてほしいかなと思います。前回の流れでもうすでに引き込んだ状態、このハーフガードで足をね、グレーブバイン作って、でフットスタンプね、股関節のところを足で踏んでる、相手が立てないようにしてる状態、こういう状態で作ってます。今回はカラースリーブで足を使ってベーシックスイープみたいに横に蹴り出す、でここでアンダーフックを刺していくパターンで、ここですね、まず1個目、こう脇を刺された時点でやはり相手はディフェンスをしてくるので、速い選手はね、この時点でもお尻を落としてくるんですよね、ストンと、こういう状態だ。こっちにずれてくれればフックスイープを狙っていけるんですけども、お尻を下げて応戦してくる選手がいます。でちなみにもっとね、強い選手はこうやって脇をね、こうグッと刺してベルトをグリップした、もうその瞬間にこっちの脇刺しつつ逆サイドにね、スクロールして飛んできますね、うん、でこういう感じ、これえげつないパターンの選手なんで、こういう選手は本当上のレベルになってくるといるんで、この場合本当脇刺しのね、攻防めちゃめちゃ丁寧にやらなきゃいけないですね。ほとんどの場合は脇刺した後にこうやってね、フックに対して応戦してくるためにグッとお尻を落としてくることがほとんどです。脇を刺した瞬間、相手がまだフックを入れてない時に体重をお尻を落として沈めてきた、まだハーフガードの展開なので、外の足をアウトサイドフック取れるだと判断したら、帯を使ってね、一度前に送り出してあげるといいです。で膝、足もまだ外にあるはずなんで、お尻蹴りながら前に送り出す、アウトサイドフック入れ替える、で外に引っ張りつつ足を抜く、テイクダウンのスイープであったりとか横に抜けていくスイープをやっていきますね。同じ流れなんですが、今回はね、こう入って僕がフックスイープに移行する、まあ、前回と同じ展開ですね、足をね入れてここバッテン作っていく、このタイミングで相手がねお尻を落としてくる、まあ、こういう状態、これは何してるかっていうと、ここ、まあ、取って返したいけどもお尻が後ろに下がってるからなかなか返せないという状況になります。この時にやっていくのが、次はねここですね、首脇をクラッチします。首脇をテーブルグリップでクラッチ、でクラッチを組んだら、このまま横にスイープを狙うのではなくて、一度ねお尻を移動させて相手の正面に移動してください。でここからね、狙っていくのは2つあるんですけども、1個目まずスイープを狙っていきますね。今お尻ストンってですね、僕が座ってる状態で返すのは難しいですし、後ろにこけてフックを狙うのはね得策じゃないんで、1回やってほしいのがこれですね。お尻を下に入れて相手を浮かします。浮かした後に足の反動を使って後ろに戻して、僕の背中は起きるところまで持っていきますね。この状態めちゃめちゃ大事ですね。相手がこう腰だけベタってなった状態、これも相手抵抗できないんで、ここからはこの腕取ってる側、まあ、正直どっちでもいいんですけども、腕取ってる側の方に相手を返すので、こっちのフックでこちら外して下スイープ、下スイープと同じように返してマウントまで入っていきます。アンダーフック刺して手ついて X を作った、前回の流れのここまで来たけど、この時点で相手が下がってきた状態で、この手を取りに行きたいけど相手が粘ってると、ただしもうここでは上半身流れてきてるので、ここでクラッチ、お尻を内側に入れたら、お尻がねスッと下にこうね、で相手浮かして反動で戻ってきます。戻ってきたら腕を取ってる側に足外してスイープ、そのままマウントまで行けば、まあ、これ最大得点ですね、6点取れます。オプションですけども、同じ展開でもアームロックを狙っていきます。刺す、フック入れ替える、相手が下がってきた、
で、ここで一回クラッチを組むとこまでは一緒。で、ここからね、正面に戻したときに、必ずこの腕取りやすくなってるはずなので、ここで踏んだ手をこちらに入れ替えます。で、肘。肘を使った相手の顔をあっちにね、向けさせる。で、ここで組みますね。で、組んだら、こちらの足。相手選手が、先ほどこの右足を押さえつけてもらっていて、こうやって押さえつけられるとかわされてしまうので、この足は腰ね、腰にセットアップして、で逆も腰。で、これができたら腕をね、肩の方に抱えて、まずこれで決めに行きます。もし体が倒れてしまったら、この状態からクラッチを組んで決め方はね、床にこう押し付けても決まりにくいんで、エビしていきます。これで決めていきます。さっす。ここで手を取る方法。まずクラッチ。クラッチで、フックに戻す。戻して、顔を押し込んで、ここで一回クラッチ組みますね。この時点で足を上に上げて、外側の腰を踏みます。で、これができたら逆サイドも腰に当てて、ここまで来たらこの腕をね、分離できるんで、まずこの自分が起きている状態で決めに行きますね。まあ、相手が反応して横とかにずれたら、下に押し込んでも決めにくいんで、腰を蹴って、エビして決めていきます。あ、これはね、結構でかい相手とか、ディフェンスとしては推奨されない相手のね、反応が起きたときなんですけども、同じように入っていきました。まあ、X まで取りました。で、この時に、こっち、相手選手が足を立ててくることがあります。こういう状態。なかなかね、あんまりお勧めされないディフェンスなんですが、まあ、これが来たら、これが来たら、こうですね。アンクルピックをして倒していく。自分が小さければ必然的に相手より頭の位置っていうのは下に来るんですが、自分の頭の位置は相手の頭の上に来ない。ここからこうやって足だったからといって、アンクルピックが難しいんで、必ず振った時の基本と同じように横にずれて、相手の顎のこっち側か下側に来るようにしてください。この内側を取られない。この時点でこれが立っているのを確認できたら、正面に戻って、こうね、取りに行きます。でかい相手が座ってると想定しましょう。同じように入ったところで、こうさっきのクラッチ組んで、こうお尻入れてね、フックで浮かすのも結構厳しいってなった時に、この時のオプションもコンバットベースを作っていく立ち方をやっていきます。フックで返すのも厳しいなっていう、潰されそうやなって判断したらずらして、こうね、この足を借りに来ます。でもちろん相手はここで返ってこないことがほとんどなんで、反応としては前に戻ってきますね。そこでクラッチで、このお尻がストンと落ちるのを利用して浮かす。で、さっきと同じ形をね、作ってスイープしていきます。